実際の家宝の中身とかをちょっと見せてもらおうかなと思っているんですけど、中すごいですねこれこれそうですね、これどうなっちゃってるんですかね。これみやびっていうモデルの、はい、中身なんですけど、これの、変わってるところはここに隙間があるんですよね。入ってますよね、板が。ここに板があるんですよ、はい、ここの後ろの面のここに仕切りが入ってるんですね、はい、なぜしたかって言ったら、やっぱりこれ低音は後ろが薄いと抜けちゃうんですよね。なんでスカスカした音になってしまうので、はい、ただ後ろの板をずっと分厚くしてしまうと、後ろの板がこう横の音みたいにちょっとね鳴ってくれないんですよね、はい、なんで後ろの板を薄くしながら低音も逃がさないぞという仕組みがこれなんですけどね。だからこう確かに低音すごい出ますねそうですね、反響するってことですか、そこで共鳴するというか、こう、そう、ここに部屋ができてるんですね。あ、はいはい、でここに、まあ、ダメンがついてるとこう音が回り込んで、はい、ここにここから音が出るまでにこう何周かして出てくるんですよね。音がユニゾンしてるみたいな感じになるんですよね、はい、この段差っていうのは、はい、音の跳ね返りみたいのをこう、そうですね、大きな理由っていうのはその、はい、板が厚い方が低音の音波ってこんな感じで大きいんですね、はい、大きい音波ってこう抜けちゃうんですよね。高音だとパンって跳ね返るんですけど、はい、抜けないようにするっていうのが一番の目的です。なるほど。あとはその一応ですね、ダメンから出る音の、入射角と反射角を考えて一応取り付けてますね。このモデルの場合は他のモデルと違うんですけど、中で順繰り回ってくれるようにしてます、はい、他のモデルはもうちょっと音を態度に作りたかったので、はい、まあ、第一次反射で素直に外に出てくれるようにとか、それを意識したりはしてますけど、こいつはもうすごい音が回るんです。これは研究過程の感じのモデルですけど、だからちょっと上のところはねこう何回も何回も減らしたりとか、これは本来こんな形じゃないですけどね、ちょっと試行錯誤で減ったり削ったりしてるんで、あ、はい、こんな感じで取り付けてますけど、ここら辺はだいたい本来の形ですね。12本ペグつけることも考えたんですけど、はい、正直めんどくさいなと、調整する方もあと12本って入んないですよね、ペグが。そうですよね、ものすごい量になりますよね。そうですね、はい、なんで単価も高くなってチューニングもしにくくていいことないですよね。あ、なるほど。なので、まあ、これでチューニングできるように考えました。ただ難しかったのがね、やっぱり ここをこう同時にこう同じ張力で引っ張ってこう折り返してるわけですけど、はい、これが同じような張力になるのって本当に難しかったんですよ。だってこっちから基本的に引っ張ってるわけじゃないですか。こう引っ張ってる。そうですね、はい、なんでここに摩擦があると、はい、うまく引っ張ってくれないんですよね。だからこんな感じでね、ジュラコンをはめ込んでここでこうやって、これはあれですね、あんま公開したことないあ、そうなんですね。やつですね。これが入ってる。そうですね、これがぐるぐるって回転するんですよ。あ、それでこう、うまいとこ同じような。あ、そうですね、力になるように。基本的にはちょっと針が強いなと思ったら、ちょっとそっちの強い方を押してもらったらもうすぐと同じ針になりますね。あ、でちょっとこっちの方がちょっと高いなと思ったら同じになっちゃいますよね。はい、ちょっと高い方、テンションの高い方を押したらね、はい、同じテンションになるんで。あ、こんな感じで大体似たようなテンションにしながら弦をチューニングしていくと、はい、いい感じになることが多いですね。あとは好みなんでね。あ、どういう風にするか。そうです、カスタマイズ性がすごい高いっていうのは一つ魅力であるんで。上の3つは何なんですか。ああ、ありがとうございます。ここはですね、でくるくるって時計回りに押すとこう弦がこうやってギューって、あ、閉まってますね。そうですね、はい、押し当てられてながらこうやってギューって前に押し出してますよね。はい、これでダメンにこう押し付けながらこのスポンジゴムでですね、はい、こうやって弦をちょっとミュートしてるんですよね。はい、こういうことで当たるとこうなんだけど、こう当たるとこうなんですよね。でタイトになるんですよ、はい、これが左右別々に個別に調整できるっていうのがこれですね、ブリッジミュートシステムって言いますね。これは下の弦の下部を押してくれるんですけど、上も調整したくなるじゃないですか。ああ、そうですね上がないですもんね。そうですね、はい、今はですね、こうダメンが本来こうやってビチャって当たってるんですね、はい、こうやってこのここのラインに沿って、はい、だからまあここまでしか上がらないんですけど、はい、まあ、ここを こんな感じですね、緩めるとこんな感じになるんですよね。ああ、はい、でここが
画面のラインの面なんですね、はい、そこにまでこうやって弦をですねそれぞれこう上の部分だけ押し当てれる、はい、じゃあ上と下で両方でこう押していく。そうですそうです。一般的なあの人間の気持ちとしては、はい、音が閉まっていくなってそういう感覚に近いかなと思います。なるほど。同じ花粉が全然違う花粉に化けることがあるんですね。そうですそうです。もう一つですけど本当に全然毛色の違う花粉にできちゃいますよね、はい、弦がまあほとんどならないような花粉もできちゃいますし、はい、あとはその弦がジャラジャラっとなるスペインっぽい花粉ができちゃったりとか、はい、角があのスコーンってこう立体感のある音を鳴らしたりだとかその立体感を減らすみたいな感覚もできますね、はい、なんで一台でかなりたくさんの花粉を持っているとそんな感覚にはなれるかなと思います。わお。ここが先ほど言っていた。そうですね、あの、ここですね。そうですね、あの20年間やってきたここですね。こんなところ、ね、ギター好きな人からしたらここにずっとこもってたですねそうですね、あの弾ける方とかもぜひこう来てもらったらいつでも思想できますよ。ということで工房の方をねさせていただいたんですけども、精密に作られてるんだなっていうのは実際中を開けてみないとわからないかなっていうのがすごいありましたね。あれはやっぱりクラシックギターのノウハウから持っていったんですか。クラシックギターの技術を基本的には活用して作ってますね。あ、そうなんですね。本の中でもかなり中心の部分じゃないですか、そのノウハウっていうのが、うん、お父さん名前出してもいいんじゃないかなって僕思いますけどね。そのわざわざ書かないっていうよりね、書いた方がいいと思うんですけど、ね、ですよね。もともとね、あの忍び花本ってあの名前の由来も父親が忍ぶって言うんですけど、はい、そこから来てるんですよね。あ、そうなんですね、はい、だから忍び花本。そうなんです、はい、忍び花本で最初忍者か何かのそういうやつかと思ってたんです。そうですね違うんですね。そうなんです、父親の字を一文字そのままいただいて、はい、あの忍び花本ってすごいいいメーカーだな、いい楽器作るな、かっこいい音だよなって、そういう風に言われたいなって。この花本はこうそういった思いも継いで、そうです、はい、作られている。なんでね、あの無責任適当な花本は作れないな日々プレッシャーを感じてはい、それでは本日もご清聴いただきありがとうございました。